こんにちは、心理カウンセラーの高村です。周りの音が気になります。今まで平気だったのにという相談を受けることがあります。これは神経が高ぶっている可能性が高いですね。で、音がするしなに関係なくかなり興奮状態というのが起きていて、そして周りの音というちょっとした刺激というのでひどく興奮してしまうということが起きて、それが気になるという形で出てきていらっしゃる可能性がありますね。その場合は周りの音をどうこうということももちろん、あまりにも大きい場合には対処するということが必要になってきますけども、それ以前に自分自身が興奮しているというものをどのように和らげていくかということになりますよね。一つは対処法としてリラクセーションの方法を学ぶということもありますし、何かこう興奮しやすくなるようなそういったものの考え方というふうに少しなっている可能性もあります。こういったところも見直していって和らげていくと、だんだん興奮というものが下がってきますので、ある程度落ち着いたリラックスした状態で周りで音をしたとしてもそんなに影響を与えないというふうに変わってきますので、まずはこのような対処法を進めていくことをお勧めします。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。